が提案いたします新型コロナウイルス感染症に関する新たな施策についてお知らせいたします。それでは市長より概要につきまして説明いたします。はい、はい、皆さんこんばんは、お忙しいところありがとうございます。今日皆様方に、発表させていただきますのは、最近ずっと、数が陽性者の数が多いものですから、先日も、病院の病床逼迫について、皆様方にお話をさせていただきましたが、その病床の、具体的に言えば市民病院とそれから医療センターですけれども、そこの病床からの転院を促進をするという枠組み制度を市独自でやるということで、その概要について皆様方にご報告をさせていただきたいと思います。この事業は当然のことでありますけれども、今開会をしております1月の市議会臨時会の議決を得た場合ということで実施をするということであります。新型コロナウイルス感染症の回復患者を受け入れる医療機関に協力金を支給をするという、事業であります。これは市独自の隔離解除基準を、病院と連携をして策定をいたしました。市内では先ほど申し上げたように新型コロナウイルス感染者の増加に伴ってコロナ病床が逼迫をしているという現状がございます。本市としては新型コロナウイルスの感染による入院後隔離期間が終了したもののそれぞれの持病があったりとかですね、それぞれの方の病状によってさらに入院治療が必要な患者を受け入れていただく転院する先の医療機関に対しまして患者1人1日につき1万7000円の協力金を支給をさせていただく事業を始めたいと思います。こういった転院を促進をすることで新たな感染者を受け入れるコロナ病床の安定的な確保を図るとともに受け入れ医療機関の感染症対策にかかる財政的負担を軽減をするという目的であります。市は病院と連携をいたしまして独自の隔離解除基準を策定をいたしました。そしてその基準を運用するためのシステムを構築をして関連病院との調整を図りました。事業名としては新型コロナウイルス感染症回復患者転院受け入れ協力金という事業であります。そしてこれは条件が要件がございまして、3つの条件を満たす市内の医療機関に対して、お支払いをさせていただくということです。1つ目は市内の新型コロナ病床からつまり先ほど申し上げた、2つの、公立病院でありますけれども公的病院になりますが、から、本市の隔離解除基準を満たした患者を直接受け入れていただく民間病院であります。2つ目の要件としましては新型コロナウイルス感染症以外の疾病があって引き続き入院管理を必要とする患者さんを受け入れていただいたという2つ目の要件です。そして3つ目は同一の医療機関の中にあって新型コロナ病床から一般病床に移るこの転院は要件に入らないということであります。先ほど申し上げたように患者1人1日1万7000円ということでこれ上限は15日間ということでありますので25万5000円が上限ということであります。期間としては令和3年の3月31日までということで実施をしたいというふうに思います。豊橋新型コロナ医療連携システムということで急性期のコロナ患者受け入れ病院は今申し上げた市民病院と医療センターということであります。そして隔離解除基準というのはこれ4つあります。1つ目の発症日から10日間経過かつ症状警戒後72時間経過した患者さん、2つ目の症状警戒後24時間経過した後24時間以上間隔を空けた2回の検査で陰性、これは厚労省の基準です。
転院できるという基準だということです。それから3と4、これが市独自の基準でありまして、発病後20日を経過した後、24時間以上間隔を空けた2回の検査で陰性になった方か、または4番目、発病後30日を経過した方、この3と4の基準、これを、こういう病院、後方支援病院と、合意をして、設定をすることができたということで、専門的なことは後ほど、保健所長から説明をいただこうと思いますが、今の病院、今入っている病院から、この3、4の条件、もちろん1、2でもいいんですけれども、この条件の方を受け入れていただく民間の病院、回復期に病院と直接受け入れると、そこからまた違う病院に転院するというのは対象になりませんが、ここの一番下にこう出ている病院に直接、先ほどの2つの病院から転院をしていただければ、当然ここの病院にも、支給対象というか協力金のお支払いをする対象になるということであります。こういう仕組みを、スタートさせていただこうということであります。以上で臨時の記者会見を終了いたします。ありがとうございました。